どうしてこんなところまでって、理由を聞くのは無粋ね。気分転換かもしれないし、音に引き寄せられたのかもしれないし、指揮官と私の思いが通じた。と思うと、なんだか嬉しい気持ちになれるわね。指揮官は何をしたいの？一曲聴きたい？それとも、ダンスの練習に付き合ってほしい？我慢しないで、言って。指揮者といえば、奏者の手綱を握らなければならないわね。指揮官はどう？私たちの奏でる楽章に、最後までしっかり付き合ってくれる？会場で流れていた曲。なんて曲だと思う？指揮官は博識ね。じゃあ、今私が弾いたのは？クイビシェフ、よくあんな難しいのを練習しようと思ったものね。そういうのも彼女の強さ、といったところかしら。好きなだけくつろいでいいわよ。ほら、私だってこうしてくつろいでるじゃない。パーティーが終わるまで、縛りつけるのも、縛りつけられるのも、なしよ。一緒に弾いてみたいの？弾いてほしいのは、どっち？未完了の任務は、私がちょっと代わりにやっておいた方が良さそうね。あら、任務をこなせて偉いね。ご褒美はどんなのがいいの？手紙があるわよ。後でチェックしておいて。そろそろ戻ってくる頃だと思ってたわ。どっちにする？会場に戻るか、ここで少し休憩するかってことよ。きつくしつけた方がいいのかしら。悩ましいわね。指揮官、何か相談？おしゃべりならお付き合いするわよ。この艦隊、きっと先が長いものね。部下とのコミュニケーションね。ええ、命を預ける相手を信頼するのが一番大事よ。私が指揮官を信じているように、指揮官にも私のことを信頼してほしいわ。ペット？どうかしら。飼ったことがないから正直わからないわ。だって、めでる相手ならずっと身近にいるもの。それとも指揮官？もしかして、もっとめでられたいの？なるほど。それはちょっと重症ね。やっぱり心を預ける相手がそばにいないと。指揮官、いっそ私に任せてくれない？あなたの悩み、全部解決してあげるわ。私はこの指輪を、こんなに綺麗なものを預けてくれるなんて、嬉しいわ。では、あなたにはこの首輪を。こっちも似合ってるわ。こうして常に繋がってるの。好きでしょ？
グルスク？あら、委託の子が戻ってきたようね。あなたも一度ぐらいはパーティーに顔を出してみれば？どんどん並走つけてちょうだい。あなたのことは信頼してるわ。この子も乗りこなしてみせるわよ！ソーラ！即興にしては上出来ね、私。まだまだ頑張らないとね。蹂躙する！少し油断したかしら。